タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はじゃじゃじゃーん、こちらのねスマホケースとモバイルバッテリーを紹介したいと思います。はい、こちらね iPhone X にね、僕ね機種変更を2週間ぐらい前にしたんですが、それと同時にね狙ってたねこのね仮面ライダーのベルトのねケースとね、そしてこちらのモバイルバッテリーをね手にしました。そしてねこちらね、どういう経緯でね手に入れたかというとですね、仮面ライダー iPhone ケースでね調べたんですが、そしたらヒットしてこちらね出てきたのが、こちらを作ってるメーカーのねサイトが出てきたんですが、金額から言うとですね、こちらはね3408円で、こちらも3408円の税抜きでね、5000以上からは送料なしになるんで、合わせてね7500円ぐらいでね手にすることができました。大活躍すると思います。こちらもね近々ねウルフェイスにもね参戦しようと思ってるんで楽しみです。こちらを持ってねウルフェイスに行きたいなと思ってます。これはねほんとメカニカルなね感じがしてね、仮面ライダーブラックのねケースなんですけど、メカニカルな感じがするんですよね。本当にねこのデザインがねほんとかっこいいですよね。僕これが一番気に入ってるんで、ブラックがね昭和の中で一番好きなんでこれに決めました。はい、やっぱりお揃いじゃないとね、モバイルバッテリーもねお揃いじゃないといけないなと思ったんで、はい、これにしました。あとねラインナップはね他にもありまして、スーパー戦隊のね歴代のね10人だけなんですが、いました。真剣ジャー、10レンジャー、5聖ジャー、豪快ジャー、あと5レンジャーとかね、そういった感じでね大体それぐらいいましたね。今上がったの5人だけですが10人いました。そう、上半身がプリントされてるこういった手帳ケースだったり、ハードケースだったり、モバイルバッテリーだったりありまして、あとねスマホリングもありましたね。はい、スマホリングはね仮面ライダーだけでしたね。プリキュアもありましたし、あとウルトラマンもあったんですよ。ウルトラマンはねカラータイマーのところから下がね映ってるデザインのね手帳ケースだったり、モバイルバッテリーだったり、ハードケースだったり、そういったものが売られてました。意外と安いのでねこちらね、ぜひぜひね買ってみてください。はい、おすすめです。開くとどうなるかっていうとですね、開くとこういった形でねカードケースがねついてます。こちらで磁気不良とかにもなっちゃうんで、キャッシュカードとかは入れない方がいいそうですね。そういった感じで、あとこちらはね人面パンなんですが、結構前に買ったんですが、近くのデパートのガシャポンでね回したんですが、人面パンをね一種類だけね手に入れたんですが、アンパンを確か手に入れたと思うんですが、もう全部欲しくなっちゃったんでヤフオクでねまとめて買っちゃいまして、結構ね前に買ったんですが、このカレーパンがねすごい熱そうにふーってやってるのがねすごいね面白いですよね。はい、可愛くて面白いですね。こういったねキーホルダーも付けられるということでね、はい、ちょうどねここのね穴が大きいのでキーホルダーが付けやすいです。手帳型ケースおすすめですよ。ですがねツイキャスとかやってるとね、こういう手帳型ケースはねちょっとツイキャスでは向かないので、いちいち外さないといけなくなっちゃいますよね。だからハードケースをね iPhone6S のね以前使ってたんで、そちらはねハードケースにして使って、ツイキャス用として使おうかなと思ってます。はい、そんな感じで、というわけでねいかがでしたでしょうか。 iPhone ケースぜひ調べてみてください。仮面ライダー iPhone ケース、またはウルトラマン iPhone ケースでもね調べてみてください。はい、というわけでね、次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。